商品一方、そして
ここは勝負を預けよう。逃がしちまったか。だが連れ戻す希望は出てきたな。 射程範囲だ。 敵は合流を目論んでいるか。覚悟、我らも出るぞ。了解じゃ。鷹の目のお出ましか。合流を急いだ方が良さそうだ。 出番ですね。剣士の血が騒ぎます。あ、騒ぐ気がありませんでした。早く皆さんと合流しなくては。まだだ。直接戦うには早い。あの男どういうつもりだ。 引き下がるわけにもいかねえな。本気で行くわい。さあどう動く。腹も読めねえ野郎だぞ。とりあえず奴のことはほっとけ。 よっ！
せてもらって。そなた化石にされたいか。よし、ここから巻き返すんだ。開けましょう。ここにはまだ鷹の目の野郎もいる。奴の動きはどうも無駄だ。おい、鷹の目、俺を信用していなかったか。あの面で意外に鋭いじゃないか。あ、あれは父さん。よっよっ、戦に飽きただけだ。気に入らんなら俺を斬ってみるか。さすが鷹の目だ。一日に操られるような玉じゃねえか。鷹の目、おめえ正気なんだろう。俺たちに手貸す気はねえか。それはお前たち次第だな。手を貸す価値があると証明できるか。そんなもんは自分で見極めろよ。うちの連中で試してみたらどうだ。奴らの本拠地に突撃するぞ。エフォントガン、エクショット。まとめて相手をするのは厄介だ。それぞれ敵を引きつけてばらけさせろ。ロケットプッシュ。マガムノエクショット。お任せください。マガムノ。覚悟しろ。おやじ、任せとけ。確かに正気に戻してみせますからね。頼むぞ。何を言うの。ルフィさん、真剣に戦います。死ぬぞ。どうだ鷹の目、手を貸す価値とやらはありそうだよ。そうだな。はい、失礼します。退屈はするまい。ルフィさん、早くか。
交渉成立だ。よし、野郎ども、敵の本拠地を攻めるぞ。どうするロロノア、まだ見苦しい戦いを続ける気か。うるせえ。やつほどの胆力をもってしても呪縛は解けぬか。ならば荒療治を試みるほかあるまい。簡単にはいかねえな。
は何をやってくそ頭がいてゾロさんが元に戻った麦わらは敵だくそ撤退するゾロまあ焦ることはねえあの男もビスタもそのうちまた姿を見せるだろうぜやったな